があるだけなんだけど。そもそも端っこからやるっていう意図なのかね。まあ、こっち側は釘打ってあるからあっち側からやるってことなんだな。多分メンテナンスを考えてやってたんだな。いやーでも結構ここもね水来ちゃってるね。まあどうしていこうかなって感じです。まあ歯車。はい、なんかね抜ける釘よりももう腐って抜ける釘の方が多いね。なのでまあちょっと時間かかりそうだね。全部腐ってボロボロだからね。まあ時間かけてやります。これが来るやつはどうもこうならんね。まあもうちょい頑張るか。はい、昼飯食ってこれから再開だけれども、やっぱね水がどっからか流れてきてるのか、これが本当にねどうなんだろうなって感じです。はい、あとまだこれとこれだけと、あともうちょい、どこだっけ、まあ、向こうの間、向こうでねもう一個トイレの前の部屋があるんで、まあ、頑張っていきます。
ないか。いやようやく半分まではぐりました。いやでもこれもうちょい朝早くからちゃんとやってくればよかったね。午後半日でここまで進むんだったらちゃんとやってくればよかったなと思います。であとこれ釘の頭がもう腐ってて、こうやって腐ってるからバールで釘を抜くよりかは釘の頭叩いて割って、釘の頭をつかないようにして抜かない、抜いた方が早いっていうことで今更気づいて、ここがもう歯じゃなくなっちゃってるからね。
今日はこれで終わりです。まあ、大体半分ぐらいはぐったけど、まあ、ちょっとバッテリーとパソコンのバッテリー、ポータブルバッテリーとパソコンのバッテリーがなくなったんで、ポータブルバッテリーだけちょっと充電してきます。ではでは。